プブリウス・クィンクティリウス・ワルスの銅像、プブリウス・クィンクティリウス・ワルスと会見する、ゲルマン部族プブリウス・クィンクティリウス・ワルスは、ローマ帝政初期、アウグストゥスの時代の政治家であり、将軍である。アウグストゥスの腹心、マルクス・ウィプサニウス・アグリッパの娘、ウィプサニア・マルケッラと結婚した。アグリッパとアウグストゥスの信任を得て、紀元前9年ティベリウスとの共同執政官に、就任し、その後、アフリカ、シリア総督を務めた。その後の紀元7年に、ゲルマニア総督となったが、紀元9年のトイトブルク森の戦いの総司令官として3個ローマ軍団を率いて大敗。乱戦の中で自害した。ウァルスは共和政ローマのクレモナで生まれた。由緒正しい貴族の家柄であり、彼の祖父は元老院で、ウァルスは高貴な階級だったが有力ではないクィンクティリウス氏族に属していた。彼の父親は、祖父と同名のセクストゥス・クィンクティリウス・ワルスで、反カエサル派の元老院議員であったが、ローマ内戦は生き残った。その後のカエサルの暗殺に関与していたかどうかは、不明であるが彼は、フィリッピの戦いの後に自殺した。しかし、ウァルス自身は、父親の政治的忠誠心にもかかわらず、後のアウグストゥスであるオクタウィアヌスの支持者であった。紀元前14年に、アグリッパの娘、ウィプサニア・マルケッラと結婚したことで、アウグストゥスとアグリッパの個人的な友人となった。ウィプサニア・マルケッラは、ウァルスの2番目の妻とされており、アグリッパの義理の息子となったウァルスは、紀元前12年に、アグリッパが病死した時の葬儀では、彼の弔辞を読み上げた。その後、ウィプサニア・マルケッラとは死別したのか離婚したのかは、不明であるが、クラウディア・プルケラと3度目の結婚をしている。クラウディア・プルケラは、アウグストゥスの姉、小オクタウィアの孫娘の一人であるが、最初の夫、パウルス・アイビリウス・レピドゥスとの間に設けた娘。これによりウァルスは、アウグストゥスの義理の大甥となり、アグリッパやアウグストゥスとは、友人だけでなく、縁戚となり、ユリウス・クラウディウス朝の家系図に名を連ねている。クルッス・ホノルムを終えたウァルスは、紀元前9年に、ティベリウスの同僚執政官に就任した。コンスルの任期終了後の紀元前8年に、アフリカ総督となりその後シリア総督となる。紀元7年に、ゲルマニア総督となり、ライン川のリーメスの3個軍団の指揮を受け持つ。ゲルマニアを、ローマ領に編入するというアウグストゥスの意向を受けて、敵地の中に兵を進める。ウァルスの母に関しては名前をはじめとして、全く不明である。姉妹が3人おり、3人ともクィンクティリアという名前だった。一人は、プブリウス・コルネリウス・ドラベリッラと結婚、紀元10年に、執政官となったプブリウス・コルネリウス・ドラベリラを設けたと推測される。プブリウス・コルネリウス・ドラベリラの系統は少なくとも5、検定の一人、トライアヌス帝の死の時点までは存続していると考えられている。一人は、セクストゥス・アップレーウスと結婚、セクストゥス・アップレーウスとアップレーア・ウァリラの一男一女を設けた。セクストゥス・アップレーウス3世は、ファビアヌ・マンティナと結婚、男子セクストゥス・アップレーウス4世を、紀元1世紀初頭に設けたが、幼くして亡くなった。4世の墓石は母、ファビアによって建立されている。アップレーア・ウァリラにも子供がいた記録がない。もう一人の姉妹は、ルキウスのニウス・アスプレナスと結婚、少なくとも2人の息子がいたと推定されている。すなわち、紀元前6年の執政官、ルキウスのニウス・アスプレナスと、紀元8年の執政官、セクストゥスのニウス・クィンクティリアヌスである。このうち、クィンクティリアヌスについては、ウァルスが2番目の妻ウィプサニアとの間に設けた実の息子とする説もある。なぜなら、クィンクティリアヌスという名前から、ウァルスとウィプサニアが亡くなった後、義理の兄弟、ルキウスのニウス・アスプレナスによって、養子縁組がなされたことが暗示され、クィンクティリアヌスと名付けられた可能性が考えられるからであるを名乗った。超スキピオの兄弟も、クィントゥス・ファビウス・マクシムスの養子となり、クィントゥス・ファビウス・マクシムス・アエミリアヌスと名乗っている。マーメルクス・アエミリウス・レピドゥス・リーウィアーヌスはもともと、
リウィウス氏族に生まれ、後にアイミリウス氏族レピドゥス家の養子となっているため、リーウィアヌスというアグノーメンを名乗った。また、一世紀のユダヤ人の歴史家ヨセフスは、ウァルスの息子、プブリウス・クィンクティリウス・ウァルスの存在に言及しており、このウァルスの息子とクィンクティリアヌスが同一人物とも考えられる。クィンクティリアヌスは、紀元前32年の執政官、ガイウス・ソシウスの娘ソシアと結婚、少なくとも二人の息子を設けている。一方、クィンクティリアヌスの兄弟、ルキウス・ノニウス・アスプレナスは、ルキウス・カルプルニウス・ピソ・カエソニヌスの娘カルプルニア、エルピソニス・エフと結婚、三人の息子を設けた。29年の執政官ルキウスには少なくとも一人の息子がいる。38年の執政官プブリウスには三人の息子がいる。ありがとうございます。